今津さんでトゥイッキー、パールで書かれたプログラマートルでブルーでスケーラブルな CMS、 よろしくお願いいたします。ただいまご紹介に預かりました今津と申します。ツイッターと全部 HIMAZ というヒマーズでやってます。そうですね、結構長いことこのモルガン・スタンレー証券という会社でこれ、まあ、全世界的にツイッキーを使っていて、まあ、それなりに幸せにしているのでそのお話をいたします。本題に入る前に何て言いますかね、その皆さんとちょっとコンテクストを合わせなければいけないので、まあ、私自身について、それからモルガン・スタンレーという会社、それからトゥイキーについて簡単に紹介します。まず自己紹介を兼ねて、1991年にですね、コンプ・ラング・パールというニュースグループに私が、パールバージョン3に対する提案をしたんですね。これもう23年前でなりますけれども、で、そのパール3の DBM オープンっていうのがちょっと不便だから、これちょっともうちょっと便利にしてよと言ってみたら、まだ若造の私が言ってみたところですね、ラリー・ウォール、もうこの写真に出てる人ですけれども、彼がいいよと、じゃあパール4に入れようと言ってくれたと、ということがありまして、まあこのことから、まあ、私が、まあ、この頃からパールを使っていると、ずいぶんおっさんであると。でそれから、まあこれよく見ると、その私の当時の所属組織のドメインが出てたりしますけれども、まあ、というような人間であるということが少し伺い知れるのではないかと。でモルガン・スタンレーという会社ですけれども、 ms.com というドメインを持っている会社です。これはどういうことかというと、マイクロソフトよりも早く、あ、なんかドメインというのがあるらしい、これ取るとなんかいいことがあるらしいと気がついた人たちがいた。マイクロソフトよりも早いかというで、それでなので、まあ、私が入社当時、ログイン ID@ms.com が正式なメールアドレスで、で、このアドレスで今でも私に届きますという、まあ、結構短いですよね、これね。で、それでですね、さらに言うと、そう、そう、90年代でまだそのウェブサイトが、なんていうかな、まあ、まだ割と素人臭かった頃、そう、そのモルガン・スタンレー の公式なウェブサイトが、まあ、なんかどっかの技術者 の足元の マシンで動いてた頃ですね、そんな頃はホームページのなんだ、右端かどっかにマイクロソフトはこちらとかいうリンクがあったそういう会社でございます。でそれからまあ、結構混同される方多いみたいですけど、 JP モルガンとは全く別の会社です。で、まあ、歴史的には何か関係あるんですけど、もう今は完全に競争相手 でこれどっちの人 もう完全に競争相手と思っているので、で、まあ、間違えると、どっちの人に何か間違ったことを言ってもムッとされる可能性があります。で、まあ、ただそうですね、金融の IT の人っていうのはいろいろあちこちしてるので、まあ、そうでもない、まあ、割と大丈夫なのかもしれませんけど、まあ、でもとにかく全然別の会社です。で、それで、そう、 IT システムがどんなふうに なんていうか、 IT システムに対する姿勢を示す事柄の、一つとして、主要拠点、具体的に言うとニューヨーク、ロンドン、東京、香港にはデータセンターを2つ置いていて、でそのデータセンター間は、まあ、ダークファイバーとそれから波長多重装置で結んでいて、で、まあ、1個のデータセンターが落っこちても大丈夫
なはずにしてます。でそれからパールは結構メジャーな言語です、その会社では。まだまあ割とまああのそう ずっと使い続けてて、でまあなのでもう今更捨てようにも捨てられないっていうのもあるんですけど、まあでも結構メジャーな言語であり続けてます。それから Twiki というこの Wiki エンジンについてですけれども、これ、オープンソースです。で1998年に、最初の、バージョンが公開されています。それで、まあ、何回かフォークしてるそうですけれども、その2008年に起こったフォークがありまして、こう foswiki.org というのにフォークしてるんですけれども、そうですね、正直に言うとこの foswiki の方がメジャーです。今はメジャーというか、あの、活動、活発になんか物事が起こってます。全部パールで書いてあって、で1個インストールするとたくさん、本当にたくさんウィキサイトを置けます。マクロでいろいろできます。それでまあなんかちょっとクオリフィケーションついてますけど、あのページの内容に日本語は問題ない、あの UTF-8 を使うという前提ですけれども、UTF-8 を使えば日本語は全く問題ないです。で、というように、まあ、私が自分でしたんですけれども、さすがにそう、外資系にいても日本語が使えないといろいろ困る状況はあるので、はい、でちなみに foswiki の方はちゃんと使えません。でなのでなので、まあ、もしもこの点に興味があったらちょっとこっちの方も見ていただけるといいかな、あの Twiki の方をちょっと試してみていただけるといいかなと思います。で本題です。モルガン・スタンレーにおける Twiki と、2004年にニューヨークのとあるインフラエンジニアがインストールしました。これは私ではありません、別の人です。で、別に何も宣伝とかしてないんですけど、まあ、草の根的に利用は広がってきました。それで、まあ、最近ここ2年ぐらいはその twiki.org のソースリポジトリのコードをそのまんま、まあそうですね、まあ、たまに1ヶ月2ヶ月遅れぐらいになることもありますけれども、だいたいそのまんまプロダクションで使ってます。まあ、当然 それで、Twiki のリリースは1年に1回ぐらいですかね起こるの でだから常にもうリリース前のものをどんどん使っています。というのことは、まあ、ある意味、まあ、枯れてるといえば、まあコードは結構枯れていて、まあ、割と安心して使えるかなと。でまあ、うちの会社っていうか、まあ、私がいっぱいコントリビュートしてます。さてでそれでまあ、どれぐらい使われてるかの一つの指標としてですね、いくつぐらいTwiki上うちのTwikiにサイトがウィキサイトがあるのかということが一つ挙げられると思いますけれども、この上の線、これがまあ総サイト数ですね、まあ、だいたいリニアに伸びてますね。で、下の線、これが1ヶ月に1度でもいいから、あ、1ヶ月に1回以上アップデートがあったサイトの数、これもよく見るとあの緩やかではあるんですけど、ずっと伸びていたんですが、ここ1年ぐらいだいたい2200ぐらいで止まってます。で今どうなってるかっていうと、だいたい1万個ぐらいウィキサイトがあって、全部で100万ページぐらいで、ちなみに、ページビューは1ヶ月に1000万ぐらいで、まあインターネット上のサイトから見れば なんだそんな程度かっつうぐらいのもんですけれども、まああのこれイントラネットのサイトなんで、まあまあまあよくやってるなと思ってください。で全社員8万人ぐらいの会社で、4万5千人が月に1回どっかのページは見る。
で、まあ、例えば 会社の本当のイントラネットの、まあ、会社全体のホームページだったらこんなこ、大した数字じゃないと思うかもしれませんけれども、これそうですね、あくまでも IT の人が主に使うツールでこうなってるっていうのはまあまあよくやってるんじゃないかと。それから、まあ、6000人が月に1回はどっかのページをアップデートしている、まあ、コントリビューターが6000人いるっていうのはまあそう、これこのこの資料作るのにちょっと最近の統計見てみて、あ、なんだ6000人もいるのかと私はちょっと驚きました。で、まあ、社員だったら、社内の人誰でも使える状態にしてあるんですけれども、やっぱり、90% 以上は IT の、人たちが使っていて、で、まあ、IT システムの社内システムの運用マニュアルであるとか、まあ、これ運用というかオペレーションの人が見ていろいろ作業するためのものですけれども、それとあと、利用マニュアル、使う人たちが使うマニュアルですね、そういうものを載せる、それから、まあ、IT の人たちが、自分たちのチーム内の情報共有に使うというようなことが、まあ、多いんですけれども、まあ、その他に、まあ、マクロを使ってですね、簡単なアプリケーションを作ることもまあやられていて、簡易 CRM、まあ、そうですね、その本当の CRM に比べれば、まあ、かなりおもちゃみたいなもんですけども、まあ、でもそれでも、そうですね、検査対策のためにちょっとこういう仕様のものがいるから作ってくれとか言われて作ったことがあります。それかなり、まあ、金融業界というのはいろいろその監督官庁からの指導がいろいろあるので、それに従わないと大変なことになって、で、まあ、その対応で何かやったりもするんですね。で、それから中途採用の人の面接の結果を、まあ、ちゃんとチーム内でシェアできるような仕組みとかですね、そんなのも作ったりしてます。それで、まあ結構よく使われてる、まあ、よく普及したと私は思ってるんですけれども、まあ、その要因として、2つあると、2つ挙げられるだろうと思っております。で、1つが、高い可用性、つまり落っこちない、いつでもほとんどいつでも動いてる。で、それから、まあ、IT 技術者には結構グッとくる部分がある。で、その2つですね。で、それでまず可用性について、まあ落っこちないと、こういうことがですね、そう、ちょっと前、2年ぐらい前に、ハリケーンのサンディというのが、まあ、ニューヨークをはじめアメリカの東海岸を襲いましたけれども、ニューヨークのデータセンターの一つがこんな状態になっちゃったんですね。これ地下のところに行く階段なんですけど、そこがこう水浸しになってて、つうことはこれ地下室全然使えない状態なんですよね。で、別に地下室にサーバーはないんですけど、地下室にその発電機とかあるいはまあその他の電源設備があって、結局これ電源がない状態になって、もうここは使えなくなっちゃったんですね。で、一番最初のところで少し言いましたけれども、基本的にその一つの都市、一つの拠点に、2つデータセンターを置いて、で、片っぽ落っこちても大丈夫というような状態には確かにしてあって、で、まあ、もともとそう、普通はこういう状態なのが、まあ、こういう状態になってしまったと。でも、まあ、ちゃんと想定通りインフラが反応してですね、大丈夫だったんですけど、まあ、この中にですね、データセンターとかなんかちょっと関わったことある人が、データセンターというか、まあ、インフラ関係に関わったことある人は分かると思いますけれども、なかなかこう想定通りにいかないことも多いですよね。大抵なんか、なんつうかな、いや、あるいは、そう、冗長性あるからかえってトラブルとか、そんなこともたまに起こるわけですけど、まあ、サンデーの、ハリケーンサンデーの時はちゃんと、そう、想定通りに動いて、働いてですね、いろんなものが、動いて、トゥイキは動き続けたと。それで、まあ、
データセンター1個こっちでも、まあ大丈夫なように作ってあって、でさらにそれだけではちょっとやっぱり安心、まだ足りないかなとちょっと思って、で、データセンター1つの都市には1つの拠点にあるデータセンターが2つ失われてもなんとかなるように、実は3セット作ってあるんですね。同じようなのをニューヨーク、ロンドン、東京と3セット作ってあって、で、そいつらの間を、1日1回 rsync で rsync コマンドでデータを、データコピーするようにしていて、なのでどっか1個の都市がの1つの拠点にある1つの拠点のデータセンター2つとも行かれてもなくなりはしない、コンテンツがね、という状態にしてます。で、どういうことを気を使っているかというと、可用性のために、まあそもそも Twiki は単純で、ライン数にして大体そうですね、コアが7万行ぐらいで、リリースにバンドルされているプラグインを合わせても9万行ぐらいで、まあ大したことないです。でデータベースは使わない、ファイルシステムだけなんだけれども、さすがにそれだけじゃ1万からのサイトを、面倒見るのいろいろ不便で、まあ、キーバリューペアとして、まあ、バークレーDBは使ってます。で、まあ、可用性が下がるようなことはあえてしないと。で、基本的にもう地域内で完結していて、で地域間は不結合にするということです。まあ、もともとそのものが作りが単純なので、まあ、rsync でデータをやり取りするっていうのも、まあ割と簡単にできたりします。それで可用性が高いから、結構なんか障害対応マニュアルが置かれてたり、あるいはたまになんかファイルストアであるかのように扱っていたり人もいます。それであと IT 技術者に嬉しい機能ということで、一つマクロでいろいろできます。でこれは例えば、表の中にこんなのを入れておくと、その、表、これが入っているセルの上を全部合計してくれるとか、あるいは、サイトの中で、ある文字列で始まる、ページ、名前のページを全部探してそこからなんか取ってくるとか、取ってきて表にするとか、あるいは、まあ、条件分岐みたいなことですね。こんなことができたり、さらに、まあ、マクロの続きで、こうサーバー上でのウェブサーバー上でのデータのアグレゲーション、データの集約というのもをするためのマクロもいくつもありまして、で、まあ、例えば HTTP で XML を取ってきてなんかすると、まあ、これ、スライドにあまり複雑なの書いてもあれなんで、単純にしてありますけど、結構いろいろできます。それからジーラという、そう、イシュートラッキングシステム、結構よく使われていると思いますが、そんなののための機能もあって、ジーラにクエリを投げてその結果を表示するとか、あるいはデータベースに、クエリ投げて結果を表示するとか、あるいはLDAP のサーバー、ディレクトリーサーバーに、クエリ投げるとかですね。で、まあ、まとめですけれども、まあ、あれですね、Twiki でなくてもいいんですけど、マクロでいろいろできて、たくさん1個インストールするとたくさんサイトを収容できて落っこちない、でそれから長期間運用され続ける、まあ、うちの場合も10年ぐらいやってますけれども、でそれで一番最初 10年前に作られたサイトとかページもまだあります。そんなコンテンツ管理システムがあると IT 仕事がちょっと幸せになるのではないかというお話でございました。ありがとうございました。